平野紫耀、神宮寺優太、岸優太のナンバー、愛、い、とべーム公演デビュー曲配信計画詳細。ファン必見情報。こうして祝ってくれるのはやっぱり嬉しいよね。滝沢秀明とは、いろいろとやりとりはしているよ。細かくは言えないけれども、近藤正彦、59歳の笑顔で明かしたのは、12月12日、都内のホテルで開催した自身のディナーショーでのこと。 会場には滝沢秀明氏が設立した新会社、戸部からの祝賀が輝きを放っていた。旧ジャニーズ事務所の大先輩にも礼儀を欠かさない滝沢。彼は今、ある壮大な計画の準備に追われているという。2024年3月に戸部の東京ドーム公演が予定されているので、多忙を極めているようです。所属アーティスト全員が参加し、3日間で、延べ15万人の動員が想定されているとか、これまで、 彼らの姿は SN、SNS や YouTube などで見ることができましたが、飛べに参加後、ファンの前に登場するリアルイベントは初めて。お披露目イベントとしては異例の規模ですが、チケットは争奪戦必至でしょう。工業関係者。2023年3月に設立されたばかりの飛べだが、所属するアーティストは実に豪華だ。設立後、元 V6 の三宅健、44歳や、元キング、&、 プリンスの平野二26歳、神宮寺裕太、26歳、ジャニーズジュニアの7人組グループだった、インパクトアーズのメンバー全員、元キスマイフット2の北山博光、38歳らが次々と加入。さらに10月には、元キング、&、プリンスの岸優太、28歳の平野や神宮寺の後を追って合流し、3人で新グループ、ナンバー、愛を結成した。11月には、 トベの所属アーティスト全員が出演する公式 YouTube 番組、トベ版のライブ配信がスタート。初回からコセトスシローが公式スポンサーとして協賛するなど、地上波テレビ並みの豪華さやクオリティの高さでも話題になりました。芸能関係者。そんな彼らの前々から匂わせてきたのが、東京ドーム公演だった。10月15日、ナンバー、愛の結成を発表したのも、東京ドームからの生配信でした。 また、その後公開された YouTube の動画でも、平野さんが、東京ドームに、今度はまた違う形で戻ってこれたらいいねと意味深な笑顔で語っていた。思えば、東京ドーム公演はキンプリのデビュー時の目標の一つでもありました。2022年春にその夢を叶えた時は感無量だったそうで、その思い出の場所に今度は、ナンバー、愛として戻ってきて、ファンとも再会したい、という思いが現れなのでしょう。 全室芸能関係者。ナンバー、イのメンバーだけでなく、多くのアーティストにとって特別な場所である東京ドーム。そこで開かれる、と部全員集合の公演はどのような内容になるのだろうか。現在選考が行われているというオーディションの合格者もこの場で発表されるそうですよ。当日は、アーティストのライブだけでなく、様々な要素が詰め込まれたイベントになりそうです。全室工業関係者。 さらにもう一つ嬉しい知らせがあるという、ナンバー、愛の、デビュー曲のリリースが2024年の元日、つまり1月1日の0時に配信されるという計画があるようです。曲調はアップテンポなダンスナンバーで、平野さんを筆頭に、3人のセンスあふれるダンスと歌声が再び届けられることになると聞いています。同時に PV も配信されるようで、元日の朝から賑やかになりそうですね。レコード会社関係者。 再会はすぐそこまで来ている。女性セブン2024年1月4.11日号。